俺たち映画野郎チャンネル、はい、映画野郎編集長の原口と映画野郎副編集長上陽川がお送りいたします。この番組はエンタメ中心の男性向け映画媒体映画野郎の YouTube 版としてお送りしております。ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということで原口さん、はい、今回のテーマは何でしょうか。今回はあの映画ランキング企画をやりたいと思うんですけども、はい、今回も3月の新作映画にちょっと引っ掛けた形のテーマにしたいと思うんですけども、はい、その引っ掛ける映画がですね、3月1日から公開中のラッセル・クロー主演監督のポーカーフェイス裏切りのカードっていう作品があるんですけどね。ついに監督ですか、ラッセル・クロー。ラッセル・クロー。これ、そこまでね、あの公開規模大きくないんですけど ね、実はね、これラッセル・クロー主演だから、結構拡大公開かなと思ったら、そうでもないんだけど、まあ、厳しいんですけど、まあ、そういうサスペンススリラーらしいんですけど、ちょっとまだ見れてなくて、申し訳ないんですが、うん、ただその、ポーカーフェイス、裏切りのカード、これ、ラッセル・クローが、まあ、主演監督ということにもちなみましてですね、はい、今回のテーマはですね、はい、主演俳優が監督している映画ベスト3ということで、ベスト3を選ぼうかなと思っております。これね、いっぱいあるよね、結構ね。あるけどね。うん、で、一応定義としては、はい、まあ、その、まあ、タイトル通りなんですけど、主演俳優が監督も兼任しているっていう作品なんですけど、うん、で、事前にね、いろいろ考え、まあ、いろいろ候補をね、考えたときにね、うん、今まで あのランキング企画で、あれクリント・イーストウッド映画ベスト3っていうのと、うん、あと北野武映画ベスト3ってやったじゃないですか、うん、結構、ね、結構この2人って自分が主演の監督さんって多い人なんで、多い人なんだよな、代表だよね。そう特にクリント・イーストウッドは、うん、でやっぱり野郎目線でもやっぱりこの2人の映画とか好きな人も多いだろうし、うん、例えばイーストウッドだったらやっぱグラントリーノをあげたいよねって思う人もいるだろうしさ、うん、北野武だったら、その男を今日も好きとか、ベスト3入れる人も多いだろうから、でやっぱり今までちょっともう、この2人を、取り上げてしまったのがあるので、うん、一応この2人の監督主演映画は除くっていうふうにしましょうということで。でもそれ以外の、まあ、主演監督の人でもまだ、まあ、あるにはあるけどね。語ってない作品もいっぱいありますので。うん、割と今まで自分が、まあ、挙げたのも中にあったけどね、うん、結構、そのメジャー俳優の映画が多いっていうかね、うん、あの、まあ、一つのジャンルにね、結構コメディが多かったね。コメディでも多いけど、ジャンルもあるけど、うん、そのね、あとアクションもね。アクションもまあ、アクション監督で自分主演っていうのもあるよね、うん、みたいなのもあるし。結構、でもまあ悩みましたね。あとね、またちょっとずれたこと言うと、うん、監督を知っている俳優っていうのも結構いて、うん、だけど主演じゃなくて、うん、その自分がちょい役で出てるあの監督作みたいなのもちょっとあったりするんです。はい、それはありがとう。テーマには入らないんだけど、なるほどね、やっぱ俳優さんが監督をするっていう数ある中で自分が主演でど真ん中にいて監督もするってこれ結構難しいことだなと思うんですけど ね。さてどういうベスト3を組んできたか、才能、才能が必要な話ですが、さあどんな作品があるんでしょう、まあ、またね示し合わせておりませんので、被る作品もあるかもしれない、あるかもしれないんですけど、うん、今回はどうかな、わかりませんね、はい、はい、じゃあ第3位からいってみましょうか。第3位はこれだ。僕はですね、何にしました、あのシティハンターザムービー史上最高のミッション、これフィリップ・ラショーっていう人の主演監督映画です。はい、はい、私はタイカ・ワイティティ監督のシェアハウス・ウィズ・ヴァンパイアです。これもう一人監督がいて、その人も実はダブル主演なんだよね。一応主演になるんだ、これちょっと、あ、そっか、あ、書いたら一応美語なんとかっていうのが一番上に書いてあって、その 2番手のヴァンパイアも監督だった、うん、あ、そっか、俺全然印象なかったけど、そっか、わかりました。そうなんですよ。あ、そっかそっか、わかりました。じゃあとりあえずこっちからいきます。あ、どうぞ。これ見てないかな、これ嘘、これシティハンターっていう、まあ、アニメでも漫画でも、うん、おなじみの、まあ、北条司っていう漫画家の、書いた有名な漫画の実写映画版なんですけど、うん、これフランス映画なんですけど、うん、フィリップ・ラショーっていう監督主演、まあ、コメディ俳優でもあり監督の、人を皆さん本当覚えて帰ってくださいっていう意味でちょっとあえて入れたんですけどね。最近でもバットマン史上最低のスーパーヒーローっていうのを去年公開されて、僕も結構、うん、年間ランキングにもう入れたぐらいなんですけど、去年じゃないか2年前か、うん、入れたぐらいで、僕最初に見たのがね、2015年のね、世界の果てまでヒャッハーっていう。ああ、あの監督ですか、うんうん、あれ、いわゆる POV の手法で、うん、結構いろんなギャグをぶち込んだ、すっごい面白いコメディーを、やっぱり自分主演で撮ったっていうのを先に、見てたんですけど、うん、その、うん、もうフランスの、
今バリバリやってるそのフィリップ・ラショーって人がやっぱり日本のねアニメとか漫画が大好きで、このシティハンターの映画化をぜひ実現、自分主演で実現させたいってことで、自分で企画書書いて、この漫画書いてる北条司って人に自分で直談判して、許可を得に行って、自ら許可を得たっていうぐらいの念願の企画なんですよ、このシティハンター、ね、ザムービー、はい、でまたこれがやっぱりもちろんそれぐらいの原作愛のある、人なんで、やっぱりクオリティも高くて、うん、細かいところまで丁寧に作ってて、うん、クオリティの高い、あと、はい、海坊主っていうキャラクターがいるので、はい、それそのまんまそっくりな人がちゃんと出てくるとか、 あれは、ね、あまりこの漫画知らなかったけど、あれは知ってる、海坊主はみんな知ってるから、みんな見たことあると思うんで、あのまんまなんだ、あのまんまとか出てくるとかね。でフィリップ・ラショーがやっぱりそのサイバリョウを役をやってるんだけど、はい、結構ねフィリップ・ラショーもそこそこイケメンだから、うん、あのサイバリョウにそんなに違和感ないんだよね、うんうん、で、もちろんカオリンっていうキャラクターも、まあ、フランス人の女優さんがやってるんだけど、うん、これエロディ・フォンタンっていう女優さんがやってて、うんうん、まあ、割とこの、リョウとカオリのコンビが、うん、そのある事件に巻き込まれる中で結構その、まあ、シリアスなサスペン、あのアクションサスペンスもあるんだけど、ちゃんとその中にギャグとかいっぱい入れ込んで、ちゃんとコメディとしてもちゃんと笑える作品になってるし、うん、とにかくね、クオリティ高いです、うん、でシティハンターで、ね、でシティハンターの実写化って言ったら、ちょっと皆さん覚えてるか分かんないんですけどね、90年代にね、あのジャッキー・チェンがね、そっち知ってる俺作品があるんですけどね、あれはやっぱりちょっともう忘れてほしいみたいなところ、ジャッキー・チェンってあれ河合直子なんか違う、誰だっけ、もう一人あれ、ね、後藤久美子、後藤久美子だ、河合直子だけねか、河合直子は後藤久美子だ、うん、あのジャッキー・チェンと付き合ってたっていう噂あったけどさ、うん、それで覚えてた、映画はちょっと違うんですけど、ね、後藤久美子だ、あれだ、あのイメージはあると思うよ、うん、まあ、だけどこのね、フィリップ・ラショーって人がですね、本当に気合い入れて日本の漫画を実写化した傑作なんで、うん、これ本当見てない人がいたらちょっと見てあげてほしいなと思う傑作です、はい。ということで今回、うん、シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイアというね、うん、これね映画やろうってね当時やってたそのクロストークレビューという、まあレビュアーとか、まあ、スタッフを集めてみんなに語るやつで、これ、実は公開前にやったやつなんですけどね、うん、そのタイカ・ワイティ監督って、まあ、ジョジョ・ラビットですか、うん、前の回でやったその動画でも出てきた、ネクスト・ゴールド・ウィンズ、今やってるやつですね、うん、の監督でもある、まあ、タイカ・ワイティと、あともう一人ね、これもね、その映画での、まあ、ヴァンパイア役にもなる、ジェマイン・クレメントって、まあ、俳優さんも共同監督でやってた作品で、うんうん、いわゆるその吸血鬼ヴァンパイアがまあ 4人でシェアハウスをする様子をドキュメンタリー地区、まあモキュメンタリー、疑似ドキュメンタリーという形でこうインタビュー形式で追ってってその生態を見せるというそのままの映画だけども、言えばね、ティム・バートンのダークシャドウをなんかドキュメンタリーよりドキュメンタリーチックにやればこうなるって感じの映画で、これ傑作だよね、これ大傑作だと思うよ、うん、フェイクドキュメンタリー的にこのドラキュラ、まあ、ヴァンパイアの生態を描くっていうアイデアも面白いしね、やっぱちゃんとね笑えるようにギャグがいっぱい入ってて笑えるように作ってるところはすごい面白いよね、途中からその、うん、まあモキュメンタリーと言いながらも、うん、そのメインの4人のヴァンパイアたちが本当にあれ撮影地の夜の街に繰り出していろいろやらかすというのね、うん、これがまあなんかね、ポラットとかボラットね、あのなんかシャシャバロン公演主演の、うん、はい、これもモキュメンタリーよね、うん、とかブルーノとかね、あれの流れ、まあ、違うんだけど近いような感じで、うん、はいはいはい、こうヴァンパイアの生態をね、やっぱり俺たちの好物は血なんだということで、うん、じゃあ今美味しくいただきますって、これタイカワイティチがやったんだよね、しかも、うん、でガブーってやったらなんか大動脈瘤を噛んじゃって血まみれになって、うん、はいはい、ちょっと失敗しちゃいましたねみたいな感じでやるあたりとかね、改めて見たけど相変わらず面白かったね、これは。そういうなんていうのブラックコメディ感が満載の、そう、ブラックコメディ好きはもう必見の映画ですよね、です、ちょっとまあそんなに長くは語らないというかね、でもね本当はね上でも良かったけど、いやこれ本当ね上でもいいぐらいの傑作なんだけど、俺ちょっと主演だっていうイメージがなかったから、なかったな、そうだった、そうかと思って、だからねジョジョラビットは助演だし、うん、ね、あと今やってるネクストゴールドウィンズはもう早くだから、そうね、余計ねその感でもね、俳優としてさ僕思うんだけどね、この頃はまあそうでもなかったけど、最近
特にさ、なんかね、海外版のムロツヨシみたいな顔になってるよね。うん、まあ、出たがりな人なんだなとちょっと思いますね。はい。はい、ということで、はい。に行ってみましょうか。はい。ですね、さて、第2監督の第2位はこれだ。僕ね、何しました？やっぱちょっとここからの連想ではあるんですけど、ポリスストーリー香港国際警察、ジャッキー・チェンの監督主演映画にしました。はい。で、私はやはり、ウディ・アレン主演監督映画、さよならさよならハリウッドです。ああ、そうなんだ。ウディ・アレン、ね、それ頭にあった、俺。あ、ウディ・アレンはね、まあ確かにイーストウッドとか北野武に並ぶぐらいの、はい、主演監督映画多いんだけど、まあ俺から行きますね、うん。まあちょっとそれは後に、うん。で、僕はやっぱり、ね、まあ、頭にありました、僕も。やっぱジャッキー・チェンはね、もういっぱいあるですよ。だからね、やっぱり、ね、悩んだ俺も。香港のね、アクション映画って結構やっぱり主演監督っていうパターン多いんですけどね。うん、今年もさ、あのドニー・エンがさ、シャクラっていう主演監督映画あったりもしたけど、はいはいはい、やっぱりそのね、ジャッキー・チェン世代の人間としてはですね、ジャッキー・チェンの主演監督映画って外せないなと思って、でまたジャッキー・チェンの主演監督映画は他にもいっぱいあって、ありますすごい悩んで、うん、どれにしようかなみたいなところもあった中で、やっぱりこのポリストーリーってシリーズ化されてね、まあ、シリーズ何作もあって、うん、まあ、日本でもヒットしたってことを考えると、うん、まあ、あと80年代って結構ジャッキー・チェン人気が結構絶頂だった頃でもあるし、はい、やっぱポリストーリーの1言っといた方がいいかなぐらいな、まあ、無難な感じで選んだんですけど、あ、まあね、まあ、それでも他にもいっぱいありますよ、いや、ありますよ、プロジェクト A もそうだし、うん、あと俺ね、99年のフーアムアイっていう作品も結構好きだったりするんだけど、はい、もう79年のクレイジーモンキー証券から結構何作も自分監督主演はあるんですけど、はい、まあ、一応ポリストーリーを一応かと、まあ、結構見てない人はあんまりいないかもしれないんだけど、まあね、うん、でも一応ジャッキー・チェンがね、これで監督、うん、主演、脚本、武術指導まで兼ねたっていう、うん、まあ、刑事アクションで、なるほどね、もうインパクトあるシーンいっぱいあって、まあ、あ、もちろんコメディ要素もちゃんと入ってて、うん、コメディとしても面白いし、誰でも本当に単純明快に楽しめる、うん、作品だと思います。やっぱりこの映画でインパクトあるシーンは名シーンが3つあってですね、はい、1つ目はまず山の急斜面をですね、車がもうバラック小屋っていうか掘ったて小屋を全部なぎ倒しながら上からこう爆走するっていうカーアクションシーンが1つと、うんうん、で2つ目はちょっと緑の2階建てバスにこう傘こう引っ掛けてこれに引きずられながらこの、この2階建てバスを追跡するアクションっていう、うん、最後止まった時にバスの2階から落っこちちゃう人が、うん、本当はあの前にある車のボンネットに落ちるはずが、うん、ちょっと距離が足りなくて下に落ちた本当に事故みたいなシーンがちゃんとあるのを本当に使っちゃったみたいな、うん、そういうエピソードもあったりとか、うん、であと3つ目は、うん、あのショッピングモールでね、はい、こうなんだ地上3階のところから、うん、電飾ポールの上からガーッと下に降りる、うん、降りる、あの結構危険なスタントがあった、うん、そういう見せ場見せ場を先に作ってそこから後からストーリー付け足したみたいな作り方らしいんですけどね、うん、これはっていうこの体張ったアクションを、まあ、体はね張って、うん、やっぱり これぐらいやんないといけないんだみたいなのを普通にやっちゃってるジャッキーちゃんの凄さっていうのをやっぱり改めて感じさせる、うん、まあ、傑作だと思います。そう、まあ、ポリストーリー、うん、他にもシリーズ何作もあったりするんですけど、うん、まあ、一応あえてこの作品にしました。はい、いや、それを言ったらやっぱりね、ウディ・アレンも主演監督作っていうのが散々ある、散々あるっていうか、ある人で、ね、なんでこれにしたの？なぜっていうのはこれちゃんと僕は言えて、うん、はい、で、あの、主演監督映画で言うと、ごく世間一般的に言うと、あの、アカデミー賞を取ったアニーホール、アニーホールどっちか、アニーホールでね、とか、まあなんだろうな、まあいろいろあるんですけど、うん、まあスコルピオンの恋間違いとかある中で、うん、なぜ僕はこのさよならさよならハリウッドをやったかというと、うん、まさにこの当時の、その、一回栄誉を極めて、こう、ね、いろいろ賞を取りつつ、まあ、そんなにヒットがなかった、まあ、2000年代前半ぐらいの、うん、ウディ・アレン映画の様子をまさに描いた映画で、で、これね、あの、過去の映画やろうのさ、あの、ベスト3ランキング企画の中でも、映画打ちまくものとかそういうのがあったけど、うん、これも映画打ちまくものの映画なんですよね。はいはい、だからなんでその時上げなかったのか感もあるし、まあ、ともかく、前半は映画プロデューサーと、あと、元奥さんのその映画プロデューサーの現恋人みたいな人が、ある、まあ、ある映画をこうやるために、そこでこう名乗りを、こう、こいつがいいんじゃねってことで、エビーの元旦那のバルが、まあ、ウィリー・アレンなんですけど、じゃあこいつだったら安く上がるからやらせてみってことで、やるんだけど、でもやっぱり元奥さんとプロデューサーとは顔を合わせたくないからっていう、その前半はそのプロデューサーと映画監督の制作の打ち合わせ的なところですね。の打ち幕と、で、じゃあいざ映画撮影に入るところ直前で、
ウディ・ハレン、アレンがこう演じる、バルが、神経性の、目が見えない、失明をしてしまうという。うんうん、これね、前の動画で、袋をあげたり、さらに前の動画でも、落下の解剖学科、うん。で、これはまあ、ミステリーじゃないけど、盲目の映画監督の映画、コメディーにもなってるという。うんまあ、ドタバタ俺それをいつ言うんだろうと思って、そのさ映画監督が 目が見えなくなっちゃったっていうところのドタバタをやったところ で俺は割とこの映画好きな映画なんだけど、僕はそれ以上にその、うん、そこに至るまでの映画制作の舞台裏 そのこじれ具合っていうのが、その元夫婦と の, そのやり取りとかで、そのバルをあのウディ・アレンの方も現恋人みたいなのがいて、それがねばったり会っちゃうシーンとかもあったり、そういう妙に気まずいそのあの恋愛事情っていうんですかね、まあそのあたりが、まあ、やっぱりね、うん、改めて見ても面白かったね。そのダブルで面白い映画で、まあ、盲目の、あの、盲目っていうか、盲目の監督でいいか、の、うん、デタラメ仕事ぶりも、まあ、なかなか面白いんだけど、やっぱりね、最後の輝きっていうのはあったね、ウディ・アレンの監督。まあ、まだ芸術、ね。いや、その後はあるけど、まあ、タロットカード殺人事件もあったり、いろいろあるけど、このドタバタっぷりには俺かなわねえんじゃねえかなってことで、ね、僕はこれにしましたね。うん。まあでも、ウディ・アレンって割と評価、もうこれってそこまでさ、あんまり評価高くねえんだよ。ファンの中でも上げる人はあんまりいないし、うん、やっぱり初期の、やっぱアニホール前後ぐらい、70年代とか、そこら辺の映画ばっかり上げる人多いけど、うん、やっぱりもうちょっと評価してもいい作品だと思います。ではあるんだけど、まあ、まだ1位があるということで。はい、じゃあ1位は何なんでしょうか、言ってもらいましょうね。はい、では、第1位は、僕はこれにしちゃいました。ね、何でした、やっぱり香港映画からのちょっと連想なんですけど、少林サッカーにしました。僕は市民権です、オーサン・ウェルズです。あ、なるほど、これには叶いません。クラシックな 名作に来ましたね。まあ、いやまあ後で言います。いや結局ね、いっぱいあるから、結局全部コメディで固めちゃったっていうところあるんですけど、少林サッカーはね、今当時リアルタイムで見たけど、衝撃的なコメディ映画だったなと思って。日本でもこれ大ヒットしたし、香港のコメディ映画の中でひょっとしたら一番ヒットしたんじゃないかっていうぐらいの、確か28億円とかぐらい稼いでんだよ、興行収入はね。すごいですね。大ヒット。うん、2001年の制作、2002年6月公開なんですけど、監督主演のチャウ・シンチっていうのは、本当は作品としてはね、この前に撮った俺、食神っていう食べる回の、はいはい、いわゆるコックを主人公にしたコメディ映画の方がちょっと好きだったりはするんだけど、うん、やっぱり少林サッカーが一番通りがいいかなっていうか、みんな知ってるかなっていうところで、あえて入れたところあるんですけどね、うん。少林寺のいわゆるカンフーとサッカーをもう掛け合わせたっていう、このアイデア一発で、ここまで面白い作品を撮ったっていうところのね、やっぱりこのアイデア勝ちみたいなところもあるしさ、うん、コメディで割とこう体の動きとか、うん、まあ、言葉のあやとか、やっぱりそういうところで笑わせるのが基本だったけど、ついにね映像で見せるギャグっていうのを駆使したっていうところでもちょっと画期的なところがあって、チャウ・シンチも結構ねこのサッカーとカンフーを掛け合わせた、コメディ作りたいなって思ってたのって、うん、結構前からだったんだけど、その CG の技術が上がるまでこの映画を作るの待たなきゃいけなかったっていうぐらいの話で、ド派手な漫画みたいなこう試合のシーンっていうのを CG で作るっていうところに、やっぱり全勢力を注いでる面白さ、うん、鋼鉄の足っていうのを持ってる、まあ、主人公のシーンっていうのが放ったシュートがもう火の玉みたいになってゴールポストに当たったらゴールポストがなんかこう曲がっちゃうみたいな、うん、そういうド派手なシーンとかさ、そういう意味ではコメディ映画の歴史に残る作品かなって。うん、あとやっぱりね、まあ、あとスポーツスポコンものの王道にも通じるやっぱり負け犬たちがの逆襲みたいなところのテーマっていうのもちゃんとあって熱くて、やっぱりどん底の人間たちがねやっぱチーム組んで、全国大会の優勝を目指すみたいなね、まあ、やっぱりストレートなこういうサクセスストーリーみたいな展開も面白いし、うん、まあ、誰が見ても楽しめる作品じゃないでしょうか。でこの映画ね、日本でもヒットしたっていうことにさ、あやかってさ、皆さん覚えてるかどうか分かんないんですけど、うん、2008年にですね、はい、日本でもねフジテレビが柴崎コウを担ぎ上げてですね、少林少女っていう、あった映画を撮った。これねチャウ・シンチーをねエグゼクティブプロデューサーに招き、あれそうだったんだ、そうだ、一応チャウ・シンチーも絡んでるんだけど、まあ、まあ中身どう
がどうだったかとは言わないけども、うん、まあそういうね、柴崎コウ主演で、これ、少林寺のカンフーと、あれ、ラクロスなんだよね。結構な、あれ、なんかね、ラクロス。ラクロスでこう、放った球がこう、ギューンと曲がって届くとかさ、そういうなんか CG でこう、作ったシーンとかあったけど、日本にもちょっと影響を与えたっていうところでですね、うん、なかなか画期的な作品だったんではないでしょうか。はい。あ、本当はね、今さら僕が語るべきかどうかっていうのも悩んだけど、でもね、まあ、正直、これにかなう映画が、正直なかったというか、でもね、それ言ったら、まあまあまあ、全部クラシックで僕固めてもよかったぐらいで、なぜそれを挙げてないかというと、まあ、それ挙げたらキリがないんで、クラシック代表として、一作だけ挙げるのはやっぱり市民権だろうということで。これはオーサン・ウェルズが、まあ、一応ね、主演ではあるんだけど、主演のイメージちょっと、そうだと思う。いや、そうだと、この映画が、いや、何が画期的かというと、新聞王チャールズ・ホスター・ケンについて、まあ、ケンがまあ一応主人公なんだけど、うん、もう、その、なんていうかな、物語の現在進行ではもうなくなってるわけで、うん、それを周りの連中、マスコミ連中がどういう、ケンはどういう人物だったかっていうのを、周りの人の証言とか、過去の回想とかから追ってって、チャールズ・ケン像を描くのと同時に、その中で、最後の言葉がバラの有名なね、ローズバトラーっていうところだから、じゃあその謎を解くことで、チャールズ・フォスター・ケンを炙り出すという、主人公がない主人公の映画。すごい、いろいろな意味で画期的な映画で、って、もう今更語るのも恥ずかしいぐらいなんですけど、でもやっぱり、あげたか。まあ、下にできなかった。いや、いろいろ。そんな好きなんだっていう感じです。いや、何回も見る映画であって、DVD も持ってるし、でね、動画でも散々見てるけど、やっぱり、まあ、冒頭のシーンをさ、こうミニチュアでこうやったりこう、うん、あとなんだろう、ローズバトラーって語る口のバストのショットとかも、これがクローズアップのね、ショットとかも初めてだし、その過去回想をこうエピソードに羅列して並べる手法だとか、いろいろフラッシュバックの手法とかね、こうあとパンフォーカスの手法とか、うん、まあ、いろいろね、いろいろありすぎる。まあ、映画史に残る作品として、まあ、有名な。で、しかも、オチもすごい。もっとね、僕、研究したいぐらい。なるほど。でも、もっと言うと、それだったらね、なぜこれがないっていうのを一つだけ例外として言うと、はい、チャールズ・チャップリンの作品がないというのが。ああ、それ言っちゃった。俺、後で言おうと思ってたんだけど。あ、同じことを、うん、チャップリンの作品あげるかどうかって、やっぱすごく悩んでた。とりあえず、ベスト3はこんな感じっていうことでいいですか、はい、チャップリンの作品、やっぱコメディで固めるなら、やっぱりチャップリンなんで入ってないんだってツッコミ入るんだろうから、それはフォローしようかなと思ったんだけど。そうだったんですね。うん、やっぱりなんか急にクラシックが入るのもなんかのと、チャップリンって、やっぱり昔からその語られすぎてるというか、まあ、皆さんご存知だし、まあ、今更自分がここで、語るほどでもないかなと思って、あえて。もうあるけど、あともう一つね、チャップリンに関しては、ちょっと別枠って気もするし、あ、分かる分かる。うん、ちょっとやっぱその社会派メッセージを入れた作品とかさ、やっぱりちょっと語りどころも多いところもあるしさ。ただ、オーサム・ウェルズに関しては、他にも黒い罠とか第三の男もあるけど、うん、その中だったら市民権っていうのあったんで。なるほど。あと1個ね、ちょっと迷ったのがね、ベン・アフレック主演監督のアルゴっていう作品があるんですけど、アカデミー賞の作品賞もそうですね、だけど本人は監督賞は取れなかったみたいなところがあるんですけどね、あのやっぱりベン・アフレックもコンスタントに主演監督作品撮ってる、うん、才能のある人だなと思うんですけどね。いや、結構ね、だから調べていくと、だから香港映画なんかも、うん、で固めるっていうのもあるし、だからそれだったらあとサモハンキンポっていうのもね、もちろんあるから、アクション系だったらさ、シルベスタ・スタローンもそうだ、ランボー最後の戦場なんか結構傑作だなと思うんだけど、だからね、悩むね、うん、あとね、メル・ギブソンだとか、あ、メル・ギブソンもそうか、グレイブハートっていうアカデミー賞を取った名作もあるし、本当ね、うん、多いんですよ。あとコメディで言ったら、俺あえて外し、あの前に何度もこすったから外したベン・スティラーのズーアンダーとか、ベン・スティラーもそうだけど、でもまあそのあたりよな、うん、まあ、そういうことで、まあいろいろね、やっぱりありますからね、うん、皆さんもそのあたり考えていただいて、はい、皆さんもいろいろ思うところはあると思うんですけど、まあ一応こういう、お互いね、2人挙げたのをちょっと参考にしてみてもらえればなと思います。はい、はい、ということで、こちら、主演俳優が監督している映画ベスト3でした。以上、はい、映画野郎チャンネルの高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。